はい。えー、次はね、あの、こちらのお題の、あの、私のね、トーク動画なんですけど、またね、あの、面白くない話をするんですけどね。まあ、うん鼻くそほじる程度でね、あのー、見てやってください。あの、聞いてやってください。あ、まあまあ、こんな話かな、みたいなね。で、またね、あの頃の話をもう一度っていうやつなんですけど、僕がね、飲み屋さん行ったら、女の人がね、女の人って本当に下ネタ大好きですよね。キャー、やだー、とか言うくせにね、結局ね、 あの、男より、あの、下ネタが好きなんですよ。でもね、今から言うのは悪く、ちょっとディープに言うと、奥深く言うとね、まあ、下ネタなんですけど、まあ、下ネタじゃないと言えば下ネタじゃないんでね、まあ、大丈夫やと思うんでね。で、どういうことかって言ったら、あのね、あの、私はね、もう、ブサイクでブサイクでね、本当に僕、顔がブサイクで、まあ、あの、人生でもね、女の人とね、もう本当にもう、二人しか付き合ったことないんですよね。でですよ、 で、初めて付き合ったのもね、えっ、ー、と、25、五6だったかな。ね。普通もっと早いじゃないですか。まあ、高校で付き合ったりね。遅くてもですよ。高校で付き合ったり。ほんでまあ、20歳までですよね。僕は25、五6までずっとね、あの、なかったわけなんですよ。もうその男女関係とかまあ、ね。も,ものすごいね。なぜかって言ったら、前の動画でも言ったと思うんですけどね。私あの、ずっとね、中学生の時のね、 あの、女性に一人に対してずーっと一途だったんでね。あの、その25、26までずーっとね、その中学生の時の初恋がね、忘れれなかったんですよ。ね。まあ、それもいいんですけど、まあ、そんな感じの人生だったんですけどね。で、私はね、よくね、あの、洋画とかでね、よくあった、まあ、どっからそういう言い方したかわかんないんですよ。あの、ディープキスってあるじゃないですか。あの、こう、ね、まあ、普通のキスじゃなくてね、奥深いキスですよ。でね、 洋画ではねよくあったんですよ。もう僕がちっちゃい頃からよくあるんですよ。こう男と女の人が、ね、こう顔を見合わせてですよね。ほんならこう普通のキスじゃなくてね濃厚なキスをするわけですよ。で 僕がちっちゃい頃ってね、ひょっとしたらあったかもしれないけど、僕がね、ちっちゃい小学生見てた時の、そういうシチュエーションは今も同じですよ、昔もね。でも、その頃の僕の時はディープキスという言い方はなかったと思うんですよ。間違ってたらごめんなさいね。あったかもしれないんですけど。で、まあ、どこからか僕はディープキスっていうのは頭にあったんですけど、でも、とにかくね、そのディープキスという状態には憧れてたわけですよ。ね。 僕らのちっちゃい時言ったらスマホもないですし、まあね、まあ遊ぶ言ったらまあ野球とかね、まあサッカーとかアナログですよね。で、一番みんなが楽しみやったのはテレビですよ。でね、テレビでもやっぱね、まあ本当はこうやって見ちゃいけないんですよ、子供っていうのはね。でもやっぱ洋画で、やっぱこうちょっとね、男の人と女の人がこう仲良くするとこあるでしょね。ほんならやっぱり、特にね、やっぱり私は男なんで、そのね、キスするシーンがね、ものすごい僕興奮してたわけなんですよ。 もちろんね、あの、日本のドラマとかでもキスするシーンはあるんですよ。でもね、やっぱりね、あの、こう、絵になったり味になるっていうのは、こう、外人の方のこう、キスですよ。で、その時はね、こう、まあ、ディープキスですよね。で、それがずーっと焼き付いてね、まあ、あの、まあ、いちいち考えてたわけじゃないんですよ、ちっちゃい頃は。でもね、大人になったらこんなキスがしたいな、みたいなことは頭に片隅にあるわけですよね。まあ、それがずーっとありながらですよ。ね。で、まあ、私が人生で最初に、 働いたのは車屋さんですよね。まあ、さっきの動画でも言ったとは思うんですけど、ね。で、あの、その車屋さんはね、いろんなマルチをやってたわけなんです。ね。あの、酒屋、酒を運ぶ車のそのタイヤがね、あの、こう、まあ、ですかね、パンクこうしたらか、車がこう傾いたらね、で、その現地に行ってこう、カッ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 ってあのタ,タイヤをね、こう復活させて、ほんでまたそのトラックが行けるようにとか、ね。この後あとはもう、重たいね、 あの、トラックのこんな長細いトラックがあるじゃないですか。ほんなら、その上にね、またね、車とか何台も乗ってる、その、レッカー車みたいなあるんですよで、そういうのもね、こう、なんかそれがパンクしたら、傾いたらそれをね、タイヤを外して、こう、カッカッカッって直して、まあ、いろんな、ね、あのー、仕事があったわけです。あのー、車に関してね。あのー、絶対っていうのはなかったんですよ。でね、一つあったのが、嫌だったのがね、あの、牛を運ぶね、生きてる牛を運ぶね、あのー、 あれだったんですよ。その、仕事、たまにあったんですよ。みんなが嫌がるんですよ。なんでかって言ったらね。まあ、その、わかりますよね。もうトラックの中にはもう彼らがね。まあ、わかりますよね。まあ、食事してる人もいるんでね。もうこれ以上言わないですけど、まあ、とにかく仕事してる人も嫌なんですよ。ね。うん。運んでる人も正直嫌ですよ。あの状況はね。で、僕がね、絶対生かされるんですよ。新人やったからね、その頃はね。 新人っていうのはね、周りが嫌なことを率先して生かされるんですよ。そんなもんなんですよね。まあね。でも僕が毎回行ったのはまあうわ匂いが嫌だなと思いながらね。カカカカカカカはいで。はい、終わった。カカカカはい。終わった。毎回行くのは僕なんですよね。でもある日1回だけですよ。あのなんかね。タイヤだけじゃなくてタイヤは治りましたけどね。車があのそのトラックの運ちゃんがこう戻ってきた時にはあの動かなかったんですよ。うわっ 実は、まあね、あの、タイヤは治りました。けどね。 この運転するどっかのところがダメやったみたいなんですよね。電気系がね。ほんなら、悪い、えっ、ー、と、島とごまさん悪いけどな、ちょっと仲間を呼んでくるから、ちょっと公衆電話でな、あの、仲間を呼ぶから、その時ね、携帯電話なんかなかったわけです。あってもね、みんな持ってのはなかったんですよ、その時代はね。悪い、ちょっと公衆電話行くから、ちょっと時間かかるから、2、30分かかるかもしれねえと。ね、あ、いいですよ、いいです。大阪ですよ、その場所はね。大阪でも、そういうね、あの、生きた牛を運ぶっていう、そういう仕事があったんですよ。その彼らはですよ。 ね。で、まあ、いや、いいですよ、いいですよ。まあ、あの、正直僕、ちょっとこの牛さんの匂いは嫌なんですけどね。ちょっとあ、わかるわかる。みんな嫌がる。でもな、お兄ちゃん、しょっちゅうわしらんとこ来てくれるからな。ほんで、あ、これどっていう、千円くれてね。これでなんかちょっとコンビニでも、なんか近くにあったからね、買って、まあ、口にこう入れながらね、まあ、牛が逃げんようにこう、こう見張っといてですよ。まあ、それだけでいいから、電話してる間悪いけど、ちょっと見張っといてくれや、みたいなこと言われたんですよ。ね。ほんならですよ。案の定ですよ。まあ、 コンビニ行って戻りました。まあ、誰も、あの、牛は一緒なんですよ。ほならね、牛がこう、まあ、絵描くんですよ。まだ下手くそなんですけどね。まあ、車があるとしますよね。こう、長いトラックですよね。まあ、こう、長いトラックですよね。まあ、まあ、一匹、一匹だけ描きますね。いっぱいいるんですよ。このトラックのこの平たいところにはね。まあ、あこの、ここに牛さんがいるとしますよね。ねほなこう、まあ、これ、こういう状況がいっぱいあるんですよ。この牛さんがね。うん。 んな牛さんがね、この口からここにね、あの、こう、逃げないように、こう、柱柱にこう、いっぱいね、こう、繋がれてるわけなんですよね。こう、牛がね。うん、ね。まあ、こういうのがいっぱいいるわけですよ。ほんなら、やばいのがね、一個ね、ここがね、あまりにもこの一匹が、首をね、クチゅくちゅクチこう、左右に振るもんだから、ここがね、かちゃって外れやがったんですよ。ね。いや、やばいなと思うじゃないですか。ね。で、やっぱりこう、行って、まあ、 ま、中には入ってるんですよ。臭いからね。ほんなこう、外から、こう、よじ登ってですよ。ここぐらいからね。ほんなら、こう、手をこう伸ばしてね、こう、牛の口を、まあ、こう、反対側で手を押さえてね、こう、反対でやって、カチャってはめたんですよ。ああ、よかった、と思ったら、ほんでこう、ここからまたフイッと降りていったんですよね。こっちの元の方にね、コンビニの方に。ほんなら、やっぱりね、またこいつが癖が悪いんですよ。ね。 また外すんですよ。首をはいねこれはやばいなと思ってね。何回やっても外しよるんですよ。この一匹だけがね。なんか癖の悪い牛なんですよ。もうしゃあないからね。もう僕、この中に入って、もう臭いの我慢して、なんか逃げられた僕の責任になるから、もうね、両手でね、あの、<laughs> 人をね、攻撃するような牛じゃないんですよ。ただ、こう、首をね、こんな風にするもんだから外すから、まあ、とにかくね、両手でこう、 口を押さえたらね、なんかね、あの、静まるんですよ。こう、押さえてたらですよ。でも、それを外すとまたね、こんな風にするから、もうこういう風にしてたんですよね。ほならですよ。あの、最初ね、あの、5分ぐらいはこうしたらね、あの、こう、首を捕まえてるままね、なもしないんですよ。そのうちね、僕のことをね、その牛さんは気に入ったみたいなんですけど、こう、スロッ、スロッって案の定僕のことを舐めるわけなんですよ。あの、頭とか顔をね。まあでも、それでも我慢しないとあかんしね。 あの、逃げられたら僕の責任になるから。もう臭いしね、もうトラックの中はね、臭いしもう嫌なんだけどね、もうーって思いながらですよ。ね、ほんならこう押さえてたら、あのー、そのね、元トラックのおっちゃんの奥さんが来たわけなんですよ。ね、ほんなら奥さんがね、ピャーっと来て、あ、すいませんって、私ね、このトラックの旦那の方って、あ、あー、あ、結婚してたんだと思ってね、なんか住んでるとこがたまたま現場から近かったんですよ。その子の、 あの牛を積んだそのトラックがちょっとダメになったのがね、動かなくなったで、奥さんが来たんですけどね、奥さんものすごい美人なんですよ。ね。もうびっくりするぐらい、えっと思ったぐらいね。まあちょっとひどいこと言うんですよ。まあ僕、自分で自分自身のことをサイクだとや思うんですけど、その運転手のおっ,さんおっちゃんもね、僕と似たような感じなんですよ。あのレベル、顔の男のレベルがね。でも、ものすごい美人なんですよ。えっと思うぐらいね。 うわーっと思って、ほんでね、またね、おっぱいがでかいんですよ、その奥さんね。うわー、なんて羨ましいんだ、もう顔は美人だし、おっぱいはね、あの、大きいしね。で、なんでおっぱいがでかいっていうのがわかるかって言ったらね、ちょっと待ってくださいね。あの、これもう消しますね、この車の状況ね。うん、あの、女の人ってこう、まあ、まあ僕、絵下手くさやから、まあ、わかってくれたらいいですよ。まあ、これが T シャツとしますわね。ね。 ね。まあ、こう、まあ、まあ、女の人がこう、ま、あま、あ胸がこうあるとするじゃないですか。ほんならね、ここの部分あるでしょ。これが、下がれば下がるほど、わかりますここがなければないほど、布がね。ほなやっぱこの、胸元がよく見えるわけじゃないですか。わかりますまあ、絵的にね。うん。こ、ここの布がなければないほどね。ほんなら、この奥さんは、ここの布がね、あまりない服を着てたんですよ、その時ね。だから、 余計ね、こう、遠から僕のところ来た時、あ、すみませんって遠からね、ちょっとずつ近づいてくるんですよ。僕がこう、口を押さえてるのに、ね、トラックの中で。ほなあ、すみません、うちの旦那のね、あれがどうのこうので、あ,あ、あ,あ、奥さんでどうのこうのって言ってくるんで、あ、この人奥さんなんだ、綺麗と思いながら、こう、口のこう、牛を押さえながらね。ほんで、もうちょっと時間かかるみたいなんで、でね、あの、私、日頃、この牛たちね、あの、慣れてるんで、ちょっと私来させていただきましたよから、あ、あ、助かったと思って手離したんですけどね。 けど、手離したんですけど、やっぱりね、あの、あ、ごめんなさい、一回ちょっと、後半に持っていきますね。